なに同じように参加量がかかります。次数が K だったら KH だけかかります。だから影響しません。なので縦軸方向に見ていくと H の値にかかわらず協力度合いは同じです。でもちろん1というのはこの辺の位置なんですが、を超えるとかなり急激に、協力者が減って 1.2 ぐらいでいなくなります。この表です。でこれは何も珍しくないんですが、スケールフリーネットワークの図が左下です。でまず黒線で書いた横線が参加量がないところです。でこれはその先行研究の結果に一致して、確かにかなり高いところまで協力が見られます。これ協力しているほど赤で書いています。しかしですね、この参加量を貸すと 0.5 がこの辺で1がこの辺なんですが、それだけでもかなり減ってしまいます、協力が。でこの上の図と比べるのはフェアなので、上の図と比べますとだいたい 0.5 から1ぐらいのところではもうかなり上の図と同じ、ないし上の図よりもしかしたら悪いぐらいの協力しかいません。だからスケールフリーだったらば協力が促進されるというのは、こういうちょっとしたことを考えるだけで、まあ、嘘になってしまうわけです。で参加量というのは非常に高いとちょっとよく分かんなくなってくるんですが、この上の方ですね、ちょっと、あれですね、そのトランジェントが非常に長くて数値計算大変です。なのでここではまだ過渡状態です。なのでこの上の値のところはあまり気にしないでほしいのですが、まあ、いずれにしろ言えるところは、まあ、H が2とか1とか 0.5 ぐらいの値でも協力はすごい減ってしまいます。 T が1より小さい場合でも協力が減る。そうですね、それは変でというのは、だからそのトランジェントです、まあ、だからダイナミクスは収束しきっていないです。なので、まあ、この結果をそのまま信用していいのは、まあ、H が 1.5 ぐらいのところです。もうちょっと違う形で捉えたのがこの図で、これは何を言いたいかというと、左の図だけでいいと思いますが説明すると、横軸が次数です。で縦軸が得たペイオフです、1回あたり。それで、まあ、T が 1.5 というのは、まあ、適度に囚人のジレンマという状況です。でこの時にですね、参加量がなければこの H が0という線で次数に比例してペイオフが増えます。ハブほど得をします、さっきの話ですね。しかしその参加量を貸すとそのハブが得をする度合いがどんどん少なくなってきます。それで 0.2 この状況ですと 0.24 と 0.25 の値ぐらいで真っ平らになります。でそれより大きいとハブがむしろ損をするようになります。で傾きがマイナスになっています。でこの左下の図でいうとこの 1.5 というのですから、この辺で縦軸にこう沿って上がっていった時に赤から青に移る場所があります。まあ、これどんな転移かとか特に特徴づけてないんですが、まあ、とにかくガクンと下がるところがあって、その位置がこの H が 0.24 とか25のところに対応してます。だからまあ細かくもうちょっと内容を細かく見るとこの左上の図のようになっています。でちょっとまあ右の上の図もちょうどですので説明させていただきますと、これは何を言っているかというと、横軸は今までと一緒です、次数です。この辺がハブでこの辺がちっちゃい次数です。で縦軸は何かというと、このまあシミュレーションが終わるまでに C から D へ D から C へ何回フリップしたかということをトータルで数えて表しています。で H が0のところを見ます。そうするとフリップするのは次数がちっちゃい人のが多いです。で次数が大きい人はほとんどフリップしません。なぜかというと、ハブという人はもうひとたび C になったらばもうそれで安定化するってことをさっき言いました。もうその人は、まあ、ある意味二度と D になったりしません。なのでフリップの回数は非常にちっちゃいです。一方次数のちっちゃい人は周りにハブがいたらちょっと真似て、ちょっと他のハブの真似てみたりとか、なかなか安定しません。で最後にこの C の波がハブからドワーッというふうに伝わってきて全体に来たら、やっとそこで C になるという、まあ、ある意味決断をするわけです。それでも D に変わってしまうかもしれません。というわけでたくさんフリップします。しかしこの量もですね、この参加量を大きくしていくと逆になります。極端にまあ参加量大きい、まあ、極端でもないですね、ある程度大きい 0.3 とか 0.5 を見ますと、ハブの方がフリップしています、たくさん。これは何かというと、次数のちっちゃい人の方が利得をたくさん得ている。なのでその人は安定化しやすいと。でハブが損をするのはたくさん参加料を払わなきゃいけないんです。でそうしたらハブはまあある意味右往左往で周りの人にいる人を、戦略 C か D って意味ですけどを真似ます。で C になったり、まあ、いまいちだなと思ってまた D になってみたりするわけです。でそういう形で、まあ、こう参加料ということでこんなにダイナミクスが違ってしまうということです。このグラフにアベレージペイオフを
ていないんですが、やると真っ平らになるはずです。理数の効果消えてしまうので、やったことはないですが、やったら真っ平らになると思います。あの右の図も左の図も真っ平らになる。これはいい。これはもう一個違うゲームでもそうだよと少しだけお話ししたくて、まあ、スノードリフトゲームというさっき説明したもう一個のもう少し緩いジレンマのゲームです。それで、ネットワークがない場合は、まあ、ないというか、レギュラーなみんな次数が一様なランダムグラフの場合には協力の度合いはこれくらいです。で、参加コストにはもちろんよりません。でこのスケールグリーネットワークにするとさっきの例ですと参加量がないのでこの位置の黒線です。で確かにかなり協力がこの辺でも多いです。しかし参加量を貸すとかなり早い勢いで協力者が減っていって、まあ、この場合ですと H が、まあ、数字量難しいですが、まあ、1から 1.5 ぐらいのところで、そのランダムなレギュラーグラフよりもまあ劣るという結果になってきます。だからまあこの結果は、まあ、数値計算の結果は、まあ囚人のジェイマーだけに得意なことではなくて、まあ、こういったゲームにも見られる。でこれでまあ結果をおしまいで、もうちょっとおしまいにしますが、でちょっとこれで結果おしまいですので、ちょっと解釈を考えてみましょうと。で、まあ、参加量を課すというのはまあそれなりに自然であろうと。で、まあ、状況によっては、まあ、この参加量が負であってゲームをしなきゃいけないという、したくないのにしなければいけないという状況はあるのかもしれないと。私はその辺の社会科学のこと詳しくないので分かりませんが、そのように思いますし、何か示唆をいただければこれは幸いです。最後に少しちょっと